自民党総裁選で安倍総理参戦決まる。まあ予想通りですけれども、石破さんも結構検討しましたよね。石破さんに期待してる人結構いたんですかね。まあいいか、今日の本題はこれじゃなくてですね、まあ唐突なんですが、今日の朝の虎ノ門ニュースに電話出演しました。先週の火曜日に出たばかりだったんですが、こんなに早く再登板になるとは、まあ急に決まった感じです。一体なぜ僕が呼ばれたのかっていうと、 YouTube が DHC のこの番組を削除したからなんです。それを受けてバンのプロであるこの僕に連絡が来たと。まあやられる専門なんだけど、僕の時もそうでしたけど、 YouTube のこの判断基準って相当大雑把ですよ。削除されたのは10月5日の虎ノ門ニュースでした。この時点でえってなるじゃない。そうです、10月5日ってことは放送すらしていない未来の生放送予定でしかないんですよ。 Google はついにタイムマシンでも開発したんですかね。ありえない削除です。事の経緯を DHC テレビの方から聞いたんですが、まあ原因として考えられるものとして、まあ挙げとくとすると、生放送をまとめてスケジューリングしたのが良くなかったのかなと思います。昨日の昼11時ぐらいに10月1日から5日までの虎ノ門ニュース生放送予定を立てたと。でその2時間後くらいに5日の分、金曜日ですね、がスパムに当たるということで削除されてしまいました。これまでも虎ノ門ニュースはまとめて生放送予定が組まれていましたけれども、システムの不具合なのか、それに合わせて通報したやつがいるのか、そのあたりは不明です。まあ虎ノ門ニュースもあの界隈から執拗に狙われていますから、通報されていたとしてもおかしくはない。 YouTube は動画が削除されるとペナルティがつきます。通常は3アウト制で3回違反をするとチャンネルがバンになるんですが、まあ、僕のように3回目じゃなくてもいきなりバンされる可能性もあるんですね。ペナルティっていろいろあって、その一つに動画が一つ削除されると90日間生放送ができなくなるっていうのがあります。動画投稿は普通にできるので、まあ、一般的な YouTuber であればそこまで困るものではないんですが、今回の DHC のように毎日生放送というか生放送が基本でやってるところからすると非常に厳しいペナルティですね。なので今日の虎ノ門ニュースっていうのは別のチャンネルから放送されていました。チャンネル登録者も多いですからね。あれ8時なのにやってないって思った人結構いたんじゃないでしょうか。今回のように予定段階で不当に削除されてしまうとものすごい不利益ですよ。虎ノ門ニュースって今どんどん視聴数が増えていて、もう毎日数十万回とかになるでしょう。それがさ、1日でもこう止まってしまうと、いやダメだよね。 DHC はもちろん異議申し立てをしているので、まあ、早くそれを見てですね、まあ、撤回していただくと、まあ、それが大事です。撤回されれば当然ペナルティもなくなりますから、通常通り生放送も可能になりますよ。僕の時はチャンネルが削除されたっていうのを別のチャンネルからアップして、でその動画が急上昇1位になり、まあ、多くの方に見ていただいたと。なので多分復活したと思うんですよね。それを考慮するとこの件を多くの方に知ってもらうっていうのは非常に重要だと思います。例えば今日の虎ノ門ニュースでも言ったんですが、まあ経緯を説明した動画を作って、それをまあ DHC テレビから動画をアップできるので、アップしてまあ知ってもらうとか。あっち系の人ってすぐ言論弾圧したがりますけど、まあ僕の例にもあるように削除されて復活することでより知られるっていうこともあるわけですよ。それを願いつつ、まずは YouTube の対応に注目しましょう。未来の放送すらしてない動画、まあ生放送予定でしかないんだけど、それが消されるって本当狂ってますよね。ということで今月は21日宮崎、もう明日じゃないですか。明日宮崎、22日熊本と鹿児島、23日24日は沖縄で公演があります。詳細は動画説明欄からご覧ください。